皆さん、お元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。で、前牧師クカンチャンネルによーくお越しくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録、ベルマーク、まだの方はどうぞよろしくお願いいたします。毎日この番組見ていただけますと力になります。また、良かったと思ったらぜひシェアをしてお友達にご紹介いただけたら嬉しいです。 本日1599回目、8月22日土曜日、木曜日、人は変われるという題でお話をしたいと思います。人は変われる。でも簡単ではありません。でも神が変えてくださるから変われるのです。これが今までクリスチャン生活を通して感じていることです。表面を変えるってことは、まあ、役者のように演じればいいですから、そんな難しくありませんよね。 でもそれを聖書は偽善者と読みますからご注意くださいまあ偽善というのはね演技をしたりふりをするという意味のラテン語のヒポクリシーズという派生したそこから出た言葉ですさらに遡るものるならば古代ギリシャ語の演じるとかふりをすると同じ意味の言葉それが偽善者ですまたイ23の14忌まわしいものだ 偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方はやもめたちの家を食い潰していながら、見えのために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。偽善者と言われるような生き方を私たちは避けたいと思います。なぜ人はそのように偽善者になるか、善人を演じたがり、演じるのでしょうか。それは 善人人だと思われれた方が人からら評価を得られるし生きやすいからら得すするからですしかしそれが単なる演技であるとしたら人を騙していることにならないでしょうか急がなくても大丈夫ですイエス様を信じて神と共に生きるなら人は必ず必ず変われるのですしかし同時に覚えておかなければいけないことは人は簡単には変われないということ自分の力で自分を変えることは不可能 前日のように演じることはできても人の本質を変えることは鉄棒にぶら下がってそして懸垂をして上に行こうとするようなもの髪の毛引っ張って背を伸ばそうとするようなものでもイエス様とつながるなら私はブドウの木あなた方はその枝と言われたようにイエス様と一体になっているなら気が付いたら成長し花を咲かせ実を結び 人は成長し変わるのですいいですねイエス様とつながっていればいい無理して焦ったりしなくていいんですどうぞそのために私たちは神に委ねること神様一生という時間を使って私たちを少しずつ変えてくださいますどうぞイエス様を信じることを後回しにしないでまず第一にイエス様を信じましょう自分の努力よりもまずイエス様を信じることです 電動車の書12の1あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ第第2コリント6の2神は,神は言われます私は恵みの時にあなたに答え救いの日にあなたを助けた確かに今は恵みの時今は救いの日ですどうぞ皆様変われるということそれはいつからか今から始まるんですそしてどうぞつながっているだけで それがなされますから焦って演技したりそのように偽善者になろうとしないでねつながってそのままで生きていってください必ず変わりますお祈りします天のお父様聖書が教える神秘ブドウの木と枝のようにつながっていれば成長し実を結ぶ私たちそのようにしてどうぞ作り変えられ成長していけるということを 感謝いたしますどうぞ一人一人が偽善にならない演技をするのではなくて神とつながっていることによって豊かな実を結ぶ人となれますように感謝を持って変われることを感謝しイエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げますアーメン最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょうその時までごきげんようさようなら